こちらイギリスのサンダウンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。フライングリオン前に行きそうです。バーボンアムール、それに続いています。さらにはストラテジックチョイス7番シンフォニーウィンザー、その後ろストロベリーローン、後方からでは前の方から。フライングリオン先手を取りました。バーボンアムール、すぐ後ろ内からはシンフォニーウィンザー、ストラテジックチョイス、すぐ後ろ、その外にファイブルドルフ、マーベラススイング、すぐ後ろ、後ろからの競馬になりました。優勢トップラン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで8番アロハカラットエアエクスプレス、この馬もこのグループ、サファイアミニスター、そのうちに続いています。その外にストロベリーローン、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。では前の方から。フライングリオン先手を取りました。ピンクの帽子ケープクロス、その後ろすぐ隣にストラテジックチョイス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として3番フライングリオン、シンフォニーウィンザー、ほとんど差がありません。大外から黄色の帽子優勢トップラン、伸びてきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったシンフォニーウィンザー、シンフォニーウィンザー先頭、あと 200m、 先頭はフライングリオン。さあ来た、さあ来た、優勢トップラン、前を捉える勢いだ。ベイラミ差し切った。先頭はベイラミ、1着でゴール。ベイラミ1着、2着にはどうやらアマングメン、勝ったのはベイラミ、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってバトルライン、バトルライン先頭、2番手はストーンステッパー、追いすがる。残り 200m、 バトルライン先頭だ。バトルライン差を広げる。2番手はストーンステッパー、バトルライン1着、バトルライン完勝。バトルライン1着、2着はストーンステッパー、1番人気に応えました。バトルライン見事です。